水田信号場。水田信号場は、大阪府水田市、柴田町にあった、西日本旅客鉄道、JR 西日本東海道本線の信号場である、道路線の貨物線上に位置し、営業キロ上では、千里岡駅と岸辺駅の間に所在していた。かつての水田走車場であり、東洋一の規模を有する走車場であったが、1984年2月のヤード、 集結式輸送の集結により、信号上に格下げされた。位置的には、旅客線上の岸辺駅の北側に広がっていたが、岸辺駅とは、同一構内として扱われなかった。そもそも、岸辺駅は、旅客線のみの停留所である。千里岡駅も同様。当記事では、水田創車場及び、東信号上の後ろ身として跡地に設置された日本、貨物鉄道。 JR 貨物の水田貨物ターミナル駅についても合わせて記述する。鉄道国有開港、鉄道貨物輸送は増加の一途をたどり、それまで各駅で行ってきた貨車の入れ替え作業能力にも限界が来つつあり、何よりも非効率であった。そこで、創車専用の駅を本線上に設け、創車場間を結ぶ、貨物列車と創車場と周辺の貨物の取扱い駅、一般駅、 貨物駅を往復する貨物列車。これを解決貨物列車と称するを走らせることで、全体としての走車能力の大幅な増強と効率化を図ることにした。その走車専用の駅こそが走車場である。東海道本線は日本の交通の大動脈であり、多数の貨物列車が走行していた。まして大阪は交通の要衝であるばかりでなく、経済、 産業などのあらゆる意味で日本の重要都市であったので貨物需要が相当数あり、創車場建設の要請は十分だった。以上の経緯から1923年6月1日、大阪を通る貨物や大阪を発着地とする貨物を裁く一大創車場、水田創車場が建設、開業した。水田創車場は開業当初から期待通りの活動をした。 その構内線路総延長約150キロ、1日、最大貨車取扱可能量6000両はいずれも廃止に至るまで、日本国内の貨車総車場で最高であり、東洋一の総車場と称えられ、日本三大総車場の一つ、残り二つは新鶴見総車場と稲沢総車場にまで数えられた。特筆すべきは、この総車場がハンプヤードであることで、しかも、 日本の創車場で唯一2カ所のハン上り用と下り用を備えていた。吹田創車場の開業に伴い、水田市は鉄道産業の町として発展を遂げ、同時に巨大なビール工場を抱えていた水田市割ると、創車場の町として日本全国に知られるようになった。また、入れ替え用機関車の車庫として、水田機関区が併設されたが、後に、 本線走行用の機関車が多数配属されるようになった。水田走車場に隣接する水田駅で、専用線発着の貨物の取り扱いも行っていたため、水田走車場での貨物扱いはなかった。ちなみに、水田駅、貨物コード6018での専用線は、以下の通り。水田走車場は、大阪の各貨物扱い駅と福知山線。 龍下総車上経由の阪和線、関西本線方面の貨物を、東海道、山陽線の各方面へ、もちろんその逆もを結ぶ役割を果たしてきた。到着、仕分け後に仕立てされる列車には、以下のような行き先があった、1973年版、貨物時刻表による、朝鮮戦争勃発後、在日米軍の軍需輸送が増大し、そのほとんどを、 発足間もない日本国有鉄道、国鉄が引き受けていた。そんな中の1952年6月25日、学生や労働者、女性、主に北朝鮮側の在日コリアンなど、朝鮮戦争に反対するデモ隊、約1000人が、国鉄は朝鮮半島の同胞を死に追いやる物資を輸送しているとし、抗議の意思を示すために、スイタ車場内に入り込み、 軍事列車の走行を阻止しようとシュプレヒコールを上げ、また、通行列車に火炎瓶攻撃を仕掛けた。結果的に当日軍事貨物列車は走らず、やがて、水田駅で解散したデモ隊参加者を警官が弾圧。大勢の負傷者、逮捕者を出す騒ぎとなった。その後の裁判で、被告人たちは三審いずれも、無罪判決だった。太平洋戦争終了後も水田場の、 取り扱い貨車量数は増え続け、やがては限界である1日6000両の貨車を取り扱うこともあった。しかし1970年代以降は日本国内でモータリゼーションが進行し、同時に貨物輸送の合理化、迅速化を図る国鉄は途中入れ替え作業不要のコンテナ専用列車を設定するようになり、スイタ車場をはじめとする。 全国各地の創車場で業務が減少していった。鉄道貨物輸送自体の減少に加え、創車場での入れ替え作業を要する貨車はほぼ全てが、シャい貨物であり、コンテナ輸送と比べて、非効率だったからである。国鉄側も当初は創車場経由式輸送を見限るのではなく入れ替え作業の効率化、迅速化を図り、一部の創車場のコンピュータ化を行ったが、 財政難と操車場施設のあまりの広大さゆえに、スイタ操車場は際までコンピューター化話されなかった。国鉄末期のダイヤ改正では、毎回のごとく貨物列車が削減されていったが、1984年2月の国鉄ダイヤ改正において操車場経由式輸送が全廃されたことで、スイタ操車場も他の多くの操車場と同様に、その死に幕を閉じた。 水田走車場の機能廃止に伴い、跡地は大半が広大な空き地となったほかは、水田信号場として機能することになった。JR 貨物により運行される、貨物列車の多くは乗務員交代などのために、運転停車する。東信号場異性と日本海従関線を直通する、列車の多くは交流、直流両用電気機関車と直流電気機関車の交換を行い、 また、配線上直通できない、東海道本線と大阪貨物ターミナル駅を結ぶ列車、山陽本線方面と梅田貨物線を結ぶ列車は、ここで着回しを行う。使用エリアは、大きく3つに分かれ、千里岡駅に近い水田第二信号場では、大阪貨物ターミナル駅へと分岐し、岸部駅に近い水田第六信号場では、上り列車の運転停車、着回し、 また、水田駅に近い水田第七信号場では、下り列車の運転停車、木回しを行う。東海道、日本海縦貫線から、梅田駅、味治川口駅へ向かう、下り貨物列車には停車しないものも多かった。水田第七信号場は、特急、遥か、特急、黒潮など、東海道本線から阪和線へのルートとして、旅客列車も利用しており、また、 水田第六信号場は新大阪駅始発、終着の黒潮の折り返しに使われている。また、大阪発着の特急、急行列車で、水田総合車両所京都市所、旧京都総合運転所へ出入りする回送列車は、北方貨物線と東海道本線の渡りとして、信号場内を通っている。京都市所から水田総合車両所本所に、 検査入場する際は、追田第二信号場から、入れ替え信号機で入場する。一時期運行されていた、臨時快速列車、ウエスト関空の姫路行き列車は、追田第六信号場で折り返し、北方貨物線経由で、姫路に向かう設定であった。再開発のため廃止される、予定の梅田貨物駅の木の移転先として2007年1月、追田貨物ターミナル駅、当時は、 過小が寄港され、2013年3月16日に開業し、運用を開始した。同時に、水田信号場も大阪貨物ターミナル駅への貨物支線の起点としての機能も含め、水田貨物ターミナル駅構内の扱いとなった。2012年9月時点のものの、水田貨物ターミナル駅は、大阪府水田市及び、 設置市にまたがる日本貨物鉄道 JR 貨物の貨物駅である。東海道本線の岸部駅と水田駅の間に一致している。閉鎖が決定された梅田貨物駅の機能代替の一つとして、水田奏車場の跡地を利用して設置された。開業に際しては、陶器場水田駅を奇襲点としていた各貨物支線についても、東駅を奇襲点とする形に集約された。 その結果、東海道本線と片町線、支線が乗り入れ、東海道本線に関しては、本線の他に3本の支線の起点となったため、2線区5路線の結節点となった。乗り入れる貨物支線は以下の通りである。敷地の総面積は27.2ヘクタールある。入れ替え作業なしで、コンテナ列車を二役できる着発線。 二役方式で26両編成に対応している。施設は、コンテナホーム2面、北側13,300平方メートル、南側22,300平方メートル、中継コンテナホーム1面24,400平方メートル、駅本屋、鉄筋コンクリート作り4階建て、延べ床面積1,600平方メートル、倉庫、鉄筋コンクリート作り3階建て、 8000平方メートル、着発線8000、2000005000線線、留置線16000線、内編成留置線4000線などを備えている。地元との協定により、貨物取扱量は年間100万トン以内、中継貨物は年間45万トン以内、始発、終着列車は1日12本以内、車両編成はコンテナ貨車26両以内とし、 出入りする貨物関連自動車は1日往復仙台以内に限定する。フォークリフトは低騒音型のものを用意し、貨物専用道路3.1キロも設置する。1987年、国鉄の債務返済に充てるため、梅田駅移転及び旧梅田駅跡地の売却計画がスタートした。当初は梅田駅の貨物取扱施設を 水田奏者場跡地に移転させるとともに、跡地を商業用地として売却し、債務返済に充てるというものだった。ところが計画当時のバブル景気は後に崩壊し、地下は暴落したため、梅田駅移転の意義が失われた。また地元の水田市や摂津市にとっては、長らく地域を分断してきた奏者場が解消されて、再開発かな用地として期待されていたことに加えて、 貨物駅に出入りするトラックの走行による公害が危惧されたことで移転建設反対運動が起こった。このため1997年6月に日本国有鉄道生産事業団は梅田駅の約半分の機能を水田に移転し残りを大阪南部の関西本線くだ駅、水田貨物ターミナル駅開業と同時にくだ貨物ターミナル駅に改称移転させる計画を提示した。 これを受けて1999年1月、大阪府、吹田市、設置市、日本鉄道建設公団国鉄生産事業本部、当時、JR 貨物の5社は移転計画に関する基本、協定書を締結し、鉄道建設、運輸施設整備支援機構は2005年1月、つ田、設置漁師に、環境影響評価書を提出し、 五社は2006年2月、水田貨物ターミナル駅建設事業の着手合意協定書を締結し、2007年1月30日に、非公式が挙行された。事業主体は、鉄道建設、運輸施設整備支援機構国鉄生産事業、本部である、梅田駅の水田、くだら領への移転完了後に、梅田駅をさらちにして処分する。 福きた奏者上跡地約50.2ヘクタールのうち、貨物駅は27.2ヘクタールを使用し、23ヘクタールはちづくり用地である。2013年3月16日、同日に実施されたダイヤ改正に伴い開業した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。